太田さんお疲れ様でした。お疲れ様です。なんとかつながったかなという印象なんですが、はい、もう本当に諦めずに最後までという感じでしたか、うん、準決勝。そうですね、もう詰まっちゃってあそこを粘るしかなかったので、ああいうスピードであそこ走ってるのってかなり危ないし、まあ引きたいところはあったんですけど、まあ4着までにどうにか入れば明日あるかなというふうにずっとずっと我慢して走れたので、気持ちで折れなかったところは良かったかなと思います。あまり前受けってそんなに多くないイメージだったんですけど、もう今日は前の方がいいっていう判断だったんでしょうか。そうですね、まあ、前に誰かしら来てくれたらいいなって思いましたけど、まあ、来なかったら来なかったで自分で前でもいいかなと思いました。最後の決勝への意気込みをお願いします。グランプリ目指して頑張ります。応援してください。